総集編動画です。別にネタがないわけじゃないから。それではどうぞ。多摩都市モノレールについて語るんだぜ。多摩都市モノレールは多摩センターから上北台までを結んでいる平成10年11月に立川北から上北台までの路線で、平成12年1月に多摩センターから立川北までの区間が開業したんだぜ。結構最近のモノレールなんだね。そして多摩モノレールは上北台から箱根ヶ崎間、多摩センターから町田間、多摩センターから八王子間などの延伸計画があるんだぜ。そして延伸区間の開業予定時期は未定なんだぜ。箱根ヶ崎ってどこ？箱根ヶ崎は東京都西多摩郡箱根ヶ崎村にあるんだぜ。まもなく満願寺駅、満願寺駅なんだぜ。この動画はバス動画です。鉄道動画ではありません。それではの、ぞ。マリサさん。なんだぜ？こんにちは、マリサさん。視聴者の皆さん、こんにちは。ナレーターの205系、千番台です。よろしくお願いします。よう霊夢を着ていたか。205系さんが来ているんだぜ。はぁ。205系さん、おはようございます。霊夢はよく寝るよな。にゃーな。じゃねえ。いっちゃった。チャンネル登録よろしくなんだぜ。今日は武蔵小杉駅動画です。それではの、ぞ。駅名表シリーズ。東急三千系。チャンネル登録よろしくなんだぜ。
やあ、チャンネル登録はもうしているかい？チャンネル登録していない。それは大変だから。だからチャンネル登録、よろしく100人目指してるからよ。次回予告。総集編。